糸川秀夫は日本の工学者。専門は航空工学、宇宙工学、ペンシルロケットに始まるロケット開発や宇宙開発を先導し、日本の宇宙開発、ロケット開発の父と呼ばれる。1912年東京市麻布区で生まれる。小学校では六本木、中学校からは東京青山に育った。教育者の家庭であり父は、 アザブの郊外小学校の教師であった。ヒデオという名は、1912年の東大銀、時江卒業者の鳩山ヒデオにちなみ、秀才好きの父に命名された。越境入学で、アザブの南山小学校に学び、飛び級で卒業した。第一、東京私立。中学は、主席で卒業、高校では3年間学級総代をした。中学では、バスケットボール部に所属し、 高校では音楽部の委員をした。中学5年の学校紛上では起こした側で全校を巻き込んだ。高校でも紛上が頻発し、学級総大としてスト派、不参加派の間で苦しんだ。航空学科を選んだのは兄の糸川一郎に、東大で一番入試の難しいところはどこですかと聞いたとき、そりゃあお前、航空学科だよ。9人しか入れないし、毎年。 各高等学校のナンバーワンがやってくるんだと言われたことが理由であった。中島飛行機に入社し、帝国陸軍の97式戦闘機、1式戦闘機春、2式短座戦闘機小機などの設計に関わった。また、独力でジェットエンジンを研究、開発。しかし、実験段階では多くの批判を浴びた。1 9 4一年十一月。 飛行機会社技師として、陸軍の命令のままに動かされることに疑問を感じ、そのような制約のない軍事技術開発を中心に、扱った千葉県千葉市にあった東京帝国大学第二工学部助教授に就任。1948年、同教授。1949年、東京大学工学博士。論文の題は、音響、MP ダンスによる。 微小変異測定法に関する研究。1954年2月、東京大学生産技術研究所内に、アベッサ研究班を組織した。この1950年代の中頃に、糸川が語った構想の詳細については、エピソードの節を参照。糸川はロケットに全く乗り気でない国や企業を、くどいて回った。1955年。 アベッサ研究班は SR 研究班に改組した。1955年3月には東京都の国分寺市で、さらに同年6月には千葉県千葉市の東京大学生産技術研究所で、グループはペンシルロケットの水平発射実験を行い、また同年8月からは秋田県の道の川海岸で飛翔実験を行った。同月ベビーロケットを発射。 1956年、カッパロケットを発射。以後、1960年代は、ラムダロケット、ミューロケットをお隅などに関わった。1956年、日本ロケット協会を創立し、初代代表幹事に就任した。1967年、東大を退官し、組織工学研究所を設立。これを機に、宇宙開発の前線から去った。 体感を決めた理由は、友人のおけたにしげおによると、東大方式の人工衛星打ち上げに否定的で、あった朝日新聞が、糸川は研究費を誤魔化し目掛けを囲っているなどの、誹謗記事を掲載し、税金の無駄であると、現実書き立て嫌気がさしたためと言われる。著書、逆転の発想は、ベストセラーになる。1975年、ライターグループ、未来捜査局と共に、 日本の将来を予測した小説、ケース D、見えない洪水を発表。1975年から1983年まで、日本 BCL 連盟の会長職を引き受け、情報誌の月間短波の発行人を務めていた。シカゴ大学の客員教授、ポンゼ書生なども歴任した。長野県小坂田群マリコ町に移り住んだ。1972年、 死樹法省受賞。1999年2月21日に多発性脳拘束のため長野県マリコの病院で死去。ノブ生4位。5月砂漠に埋葬。2006年、早稲田実業学校校門前に日本の宇宙開発発祥の地記念碑が建立された。糸川秀夫のペンシルロケットの実験から50周年を記念したもので記念碑は ペンシルロケットの形をイメージした1.3メートルのもの。実験をする糸川の姿が刻まれている。2003年、小惑星25,143が糸川の名にちなんで糸川と命名された。この小惑星が糸川と命名されたのは、日本の探査機ハヤブサが打ち上げられて3ヶ月後で、探査機がこの小惑星を探査することが決定した後のことで、ある。 糸川には探査機ハヤブサが訪れ、調査とサンプルリターンを行った。糸川の名前が付けられた小惑星に糸川が開発に関係した戦闘機と同盟の探査機が着陸したことになる。2010年にハヤブサは地球に帰還した。また、2012年に生誕100周年を記念して、内野浦宇宙空間観測所内に糸川の銅像が建立され、 除幕式が行われた。バレエ、先生術、チェロ、バイオリンなど様々なことに興味を持った。60歳の時、カイタニバレエ団に入団した。小中では科学工作を良くした。中学では、シェイクスピアギリシア哲学、演劇にも熱中した。特に音楽は、幼少期から夢中になった。戦後 GHQ によって航空機、宇宙機の研究の一切が制限されていた時は、 代わりに、趣味でもあったバイオリンの研究を行い、バイオリン一丁を約半世紀かけて作った。音響工学的な検知に基づき長い年を経て、調整された、このバイオリンは、バイオリニストのユーディメニューインが来日した時に、糸川が彼の元に持参して弾いてもらい、いいンの音がよく出るねという感想を受けている。高校でチェロを始め、就職するときに、大田に持参した。 戦後は、松下修也に、約50年間にわたり学んだ。レッスンは月2回であった。1996年には、自身の84歳の誕生日に、小さ型群マリコ町の新州国際音楽村で、海の日記念コンサートをお企画、松下修也と、篠崎緑東方音楽大学教授、ピアノらが共演した。自分の誕生日が、新たに祭日になったのを記念する意味も込めた、 コンサートであると語る。高校時代に習得した麻雀は中島飛行機時代に生かされた。中島飛行機時代にはゴルフも習得している。ありがとうございます。